9月7日は、東京が、2020年のオリンピックの、開催予定都市に決まってからちょうど1年です。オリンピックの招致の時にですね、何が言われたかというと、経済効果がものすごく大きいんだということと、それから福島の被災地の復興のためのオリンピックなんだという、この2つがこれほど強調されたことはありませんでした。福島の復興のためだ、被災地の人々のためだという言い方でオリンピックを招致しておきながら、彼らが1年前にブエノスアイレスで言ったことは、放射能の被害は収束している、福島の原発事故はコントロールされている、福島は東京から200キロ離れているので東京には放射能の影響はない、このような言い方をしたことを皆さんは覚えているでしょうか。つまり福島のためだ、復興のためだということで、あたかも被災地と一体になるような形でオリンピックを招致しておきながら、ブエノスアイレスでの大会では放射能の影響や被災地をオリンピックから切り離し、切り捨て、売り渡すことで、このオリンピックが東京に招致されたということ、ここ渋谷駅からも近い千駄ヶ谷の国立競技場、あと国立競技場は今月の9月29日から解体工事が始まります。約1年以上かけて60億円もかけて解体して、あの3倍ぐらいもある周りの都営アパートや道路や明治公園や都営霞ヶ丘アパート、霞ヶ丘アパート、それから日本青年館、そうした施設を全部ぶっ潰して、今の3倍ぐらいの大きさの新国立競技場を建設予定です。オリンピックの陰には利権がいっぱい、金持ちばかりが儲かる日本、貧乏人を殺し、オリンピックは貧乏人を殺して開催されます。オリンピックどころじゃない、五輪返上、五輪はいらない、東京オリンピックはいらない、貧乏人を追い出した、土俗者を排除するな、渋谷のラジクの仲間が準備してくれました。オリンピック反対名刺です。ぜひ味わってください。まだまだありますよ。焼き海苔もあります。飲み物もあります。ぜひ路上での味わっててください。非常に厳しい状況だと思うんですね。この1年間で霞ヶ丘アパートの住人の人たちと何人もの人たちと出会って話をし、このオリンピックに伴う大きな排除の、事態にですね、共に直面してきたなという、そういうことが、そういう人たちが一つ、それから国立競技場の隣で生活、何十年も生活してきた野宿の仲間たち、この仲間たちとも同じ大きな問題に必死な思いで直面してきたなというふうに思います。それ以外にもオリンピックに伴う再開発で僕らが活動している東京の東の方でも、三谷や隅田川上の地域で着実に追い出しが厳しくなっているということがあって、ギリギリのところで声を上げている人たちの存在、行き場がない人たちの暮らしそのものというのが
やはり最も大きな力として、そこは動かせないんじゃないかなと思うんですね。そういった本当にギリギリの生存そのものっていうのが、危機にさらされている人たちが持つ力っていうのは、すごく大きいと思うし、本当に最大限の尊敬を持って共に戦っていかなきゃいけないなというふうに感じてきた1年間だったなと思います。